ですね、この、まあ、皆さんもこれ好きだっていう方が多いんですけれども、こうやってこう洗濯物がですね、こう干してある絵っていうのがとても見られるんですね。これ会津の冬だけじゃなくて、会津の他の風景画にもよく見られるんですけれども、この洗濯物っていうのもですね、なんか私もよくよく考えてみるととても象徴的なような気がするんですね。でさっきのですね、例えばこう雪がこうこんもり乗った中にこう小さく人がこうすくる描かれているような絵、あの絵なんかはまさにこう自然の圧倒的な、その自然の存在感とかそういうものにこう全然圧倒されてやっぱり描かれたんじゃないのかなと思うんですけれども、その中にですね、またさっきのノベルもそうですけれども、こういう、こう人の営みを象徴するようなものをですね、やっぱり描き加えることによってですね、圧倒的な自然の中でもですね、でもそこの中にでも生きている、暮らしている人々がいるんだ、この厳しい自然の中でもですね、したたかに永々とこう暮らしを続けている人たちがいるんだ、でそれがまさにですね、自分もそうなんだけれども、そうなりきれなかった会津人のそういうなんかこう強さっていうものをですね、先生はなんかやっぱりこの洗濯物になんかこう象徴させてるんじゃないかという気がするんですね。でもこれって同時にやっぱりですね、なんていうのかな、さっきも言いましたけれども、自分も会津出身者ではあるんだけれども、でも自分が結局なんかこう持ち合わすことができなかったこう強さっていうんですかね、そういうなんか同じ会津人だけれども自分が持っていなかった、こんな厳しい自然の中でもしたたかに生きていったその会津人のこう強さというか、したたかさというか、そういうものに対するですね、なんかこう畏敬の念じゃないんですけれども、そういったものをですね、なんかこういったこうものの中で私は象徴させてるんじゃないかな、取り入れてるんじゃないのかなという気がとてもしています。まあ、こういったですね、まあ、今回ちょっと、まあ、会津の冬を中心にちょっとお話をしましたけれども、やっぱりこういうものを見てるとですね、やっぱりなんていうのかな、斉藤清先生の会津の絵っていうのは確かに会津の風景を描いているし、実際先生もスケッチを撮って描写している絵ではあるんですけれども、でもなんかリアルがやっぱりですね、斉藤先生にとってのリアルな会津の原風景ではないような気がするんですね。どちらかというとやっぱり何て言うのかな、異邦人としての、異邦人として見た会津のこう風景っていうような、私はやっぱり気がするんです。っていうとですね、なんかやっぱり原風景っていうのがですね、ちょっとなんかためらわれちゃうのかなっていうような気がするんですけれども、でもですね、逆にっていうか言い換えてみると、なんていうのかな、だからこそ原風景なのかなっていう気もちょっとするんです。それは斉藤先生がこう個人的に思う原風景っていうのではなくて、なんていうのかな、こう会津人ではないものから見た、人間眼差しから見た風景だからこそ、こう生まれてくる普遍的な原風景っていうんですかね、なんかそういう、斉藤先生が書かれたからこそ、なんかそういうものにですね、なんか昇華しているんじゃないのかなっていう気がとてもお話しています。で会津の、まあ、冬もそうなんですけれども、斉藤先生がうまくですね、一連の会津の風景を見たときにですね、実はお客様の中にですね、温かい感じがするとか懐かしい感じがする、とても報酬を誘われるっていうことをおっしゃる方がとても多いんですね。でもよく聞いてみると、その方たちって会津出身者じゃないんですよ。やっぱり外側から来たお客様なんですよね。でも外側から来たお客様がその会津の風景を見て懐かしいとか温かいっていうふうに感じるっていうのは、やっぱり斉藤先生の絵の中にですね、個人的なこの原風景ではない、ある種なんか私たち日本人と言ってもいいのかな、が抱くなんかこう懐かしいと思う郷愁を抱かせる何かがあるからこそ、やっぱり斉藤先生の絵を見た時に皆さんがそういうこう同じ共通の感想を感じるのではないかと思うんです。でそれはまさにですね、斉藤先生が実は会津生まれではない、あるんだけれども会津で育った人間ではない、そういう、先生はもしかしたらコンプレックスを持ってたのかもしれないですけど、そういう独特の目を持っていたからこそ生まれた原風景と言えるのではないのかなと思います。私どもの地域方はやっぱり東北電力の管轄ありながら、第1、第2、あるいは広の火力ということで、なんとここで1340万キロワットのものが電気を作って東京に輸出していたんですね。ですから、こういった東京に輸出している関係で電源交付金とかですね、それから東京電力を納税者として核燃料税っていうものがあって、
原発、まあ、昭和46年に初めて第一原発の1号機が運転されてからは、本当に福島県一チベットと言われている所得が一番低かったんですがね、産業もなければ観光地もない。ところが会津はこちらはね、結構観光地はあるのかなということで、交流人口の拡大は昔からあったと思いますが、我々の地域は、昔も原発をできる前は本当に観光も なかったんですね。ですから今回の原発が我々の双葉地方の発展にですね、大きく力になっていたことは間違いありません。この奥会津地方も、かつてはですね、ブナ林の伐採というのがかなり行われてました。でそれが1960年代だったわけですね。でそれからブナを切ると、洪水が起こるんじゃないか、水害が起こるんじゃないかということを町の人たちがですね、まあ、噂し始めるようになりまして、ブナの保護運動というのを徐々に始めるようになりました。しかしですね、まあ、その、保護運動が実るのは、もう1990年代に入ってから、もう随分遅くなってからだったわけなんです。でその頃になって90年代の後半ぐらいになってですね、さらに町のブナ林というのが伐採されるということになりまして、今度本格的に町の保護ブナ林の保護運動というのをしていこうということになったわけです。そんな時にですね、当時、京都の、京都大学の名誉教授であった、川野正一先生という方に、お願いをしまして、この方は植物の研究家の方でありまして、さらに、ブナ林の保護活動を、全国各地でやってた方なんです。でその方にちょっと助けを求めまして、只見町のブナ林を保護したいんですけれども、ご協力いただけませんかといったところ、快く、ご協力していただきまして、特にこの、町の町、南会津の方の、ブナ林の学術調査研究というのを始めることになったわけですね。この田子倉集落ですとか只見町の歴史を見ますと、ある種自然との調和的な関係というものを築こうとして、まあ、独自の世界観を持っていた部分もあれば、まあ、そうした中で戦後の農村社会が持っていた、例えば都市部への非常に大きなコンプレックスのようなものですね、非常に物質的な豊かさを持っていた都市部に対して、まあ、遅れた農村という意識というものはかなり後半にあったというふうに言われております。まあ、そうしたところもあって、まあ、非常に自分たちが1年前になるためには、まあ、ダム開発を誘致して、そして自分たちも都会の生活を送るっていうような、そうした目的もあったというところがあるかと思います。まあ、こうしたものを一概に評価するというのは大変難しいところではあるんですけれども、まあ、結果といたしましては日本中至るところにダムが開発されていきましたように、まあ、日本の高度経済成長ですとか近代化を支えたところに、まあ、ダム開発の歴史というものがあったというふうに私は考えられるかと思います。江戸時代から住んでいた形跡もありまして、最初は17世帯ぐらいから住んでいましたが、やっぱ鎌倉の方から落ちてきた人たちの集落でもあったので、あまりこう、分家とかをせずに静かにね暮らしていた集落だったんですね。で、まあ、だんだん危機も乗り越えながら明治ぐらいの頃から養蚕が盛んになりまして、その頃から他とのこう交流もできるようになりまして、そこから少しずつ人が増えていったっていう感じなんですね。で、まあ、50世帯290人ぐらいになった頃に、昭和29年の頃にダム建設計画が始まって、で、まあ、
皆さんもこうやむを得ずここのふるさとを追われるような感じになってしまったんですけども、まあ昭和初期の頃から国としてはあのパンクラダムの建設はもう調査に入ってまして、でまあ小津の方からずっとあの阿賀野川の方に、新潟県の阿賀野川に出ていく269ぐらいある川筋に約20基のダム建設計画を、まあ、考えまして、でその送電力を関東の方の工業地帯の方にお送電をして戦後の経済復興を図ろうという国策のもとに行われたダム建設計画だったんですね。なので、まあ、パンクラダムも奥多摩ダムも戦後の日本経済にだいぶ貢献したと考えてます。はい、まあ、本当に小さな集落で仲良かったんですけど、保証の中でもいくつも あのグループに分かれてしまって、まあ、さっき手塚さんがおっしゃったような、まあ、あの土地をもう見つけてもらってそこに移転されてもらったとかっていうので、結構、まあ、仲が悪くなっちゃったりして、で我々もここの展示するにあたってですね、石部集落の資料を結構あの集めようと思って石部集落出身の方にいろいろ掛け合ったんですけども、ほとんど資料が残ってないですね。しちゃった。だからやっぱり思いあんまりいい思い出じゃなかったのかもしれないですね。まあ、かなりもうほとんど資料がないっていう状況になってしまってということで、まあ本当にまさきしかぶが言ったことの繰り返しになりますけど、ダム建設っていうものが本当に地域社会にものすごく大きな影響を与えてしまって、まあ、それに伴って残しておきたかったような文化だったり、まあ、資料っていうのもなくなってしまったっていうのが、まあ、まあいろんな人から話を聞いたりする中で分かってきたというところですね。でその野兵、民具の野兵っていうのは何かというと、その民具を集めた方のお名前でございます。栗木野兵さんという人が、この民具を集めました。で、なんで野兵さんが集めてたっていう、まあ、やはり一番はこう、好きだったっていうのが一番にあると思う。なかなか好きでなければここまで集めることはできないので、で、あとはその、ただ置いたりしたんでは、まあ、そのうちなくなってしまう。それから、他に売られたりと、まあ、いろいろあると思うんですけど、やはりその昔ながらの民具を、今残していきたい。まあ、今というか、後世残していきたいということで、栗木弥平さんが、戦後、自分のお金でいろんな、買い取ったりもらったりということで収集していました。で、その当時自分の蔵とかにこう収めていたと思うんですけど、なかなかその蔵の中もいっぱいになってきたということで、この旧玉那小学校の一室を利用して展示を始めたということです。で、弥平さんだけでなくて、この玉那地区の方々有志で玉那民具保存会というのを結成しまして、弥平さんと一緒に民具を集めて展示するという活動を行っていたようです。で、昭和61年に自然教育村会館ということで、この玉那小学校町の方で、開設することになりまして、その時に2階の広い産室に移動しまして、一般の方にもこう、広報すると見てもらうというようなことになったようです。で、自分たちの生活を自分たちでいいものにしていく力ってね、すごく強いもので、貨幣を使ってこう何かを買ってくるっていうようなことと、は消費していくっていうこととは全然違う。生活を自分たちで切り開いていく、本当に食べ物を作るっていうのと本当につながったこと、食べ物を作ったり着るものを作ったりっていうこととつながったことだと思いますけど、まあ、すごいことだなと思って見ているんですね。それは本当に生活全般が想像にあふれているというような気がしています。で、その楽しさっていうのを写真の中にも、その楽しさっていうのが写真の中にもたくさん
溢れていて、それをどうにか伝えたいなというふうに思っていました。それから写真を撮る人たちも、その写真を撮ることで村の生活をこう華やかなものに、楽しいものにしようとした人たちがたくさん戦後にはいらっしゃいましたし、まあ、それからそうですね、その写真を撮ることで自分の村を再発見していくような試みっていうのは、実はあんまり知られていなかったけれども、すごくたくさん行われていたんじゃないかなという気がしていてまあそれが、まあ、最後の章を絶対ちょっと作っておきたいなと思ったことなんですけども、まあ、そんなことを思いながらいました。動かしていくと、短縮といいますかね、あの一旦あたりでこう換算し直しますと、米は2円60銭ぐらいで、カラムシは20円ということだったので、あのまだ下手すると本当にあのなんて言いますかね、もうそのぐらいの、あの値段、それでそれだけ価値のあるものだったというところがあって、やっぱりそういう、あの生きていくためにやっぱりどうしてもこう必要になるものですから、あのそういったこともあって、やっぱりカラムシだけはなくすなよっていう言葉になって現れてきたんじゃないのかなって、まあこれはあの推測ではありますけれども、あのそれだけあの村の人はカラムシをこう大切に守ってきたし、でそれを今でも、まあ数はだいぶ減りましたけれども、残していっているというような背景があるのかなと思っています。で実際そのあのカラムシ換金って主に越後の商人が買いに来ていて、あの越後上空ですとか小千谷縮ですとかの材料としてあの売られていきました。でその際のその出荷の様子なんですね、これあのでま、ね、あそうですね、はい、でまずはあの出荷用のカラムシをこういう形で束ねます。でこれ一束で100文目です。あの375グラムです。でこれを全部して100束混ぜまして、あのでなるべく持ち運びやすい形にしてあの出荷をしていたそうです。それであの、まあ、こんなような形で、まあ、あの買い付けに来ていた人たちが越後の方まで、まあ、歩いたんだか馬に乗せたんだか、昨日見ました田子倉ダムのあっちの方をですね、おそらく取って新潟に行ったり、まあ、60里を超えてですね、もしくは80里越えをしたりして、運んでいったというふうに言われています。町は10年間、三島フォーラムっていうのを開きました。このフォーラムっていうのは町民町外何にも関係ないです。こういううちのこういった町なんだけど、いろいろ町のことについてあのいろいろ意見言ってくれたり、こういうことをやってくれる人集まれって言ったらそれだけです。手を挙げさせてやって、町外の人も関係なく、その好きあの関心のある人はこの三島フォーラムっていうのに来ていただいて、一つのテーマをもとにここでけんけんがんがくもう意見もうワイワイもう喧嘩になるぐらいの意見をする時もあったと言いますけども、もうこうやって意見交換をしたわけですね。それを10年間やったんです。でそれをやった中である一つお年寄りから意見を出たのがありました。冬になるともううちたちも今我々も生活して、ああまた冬になるのかって、雪かごいやんなくちゃならないし、今年大雪降んねえといいななんてよく言ってますけど、ある老人がそのフォーラムの中で一言言ったことがあります。その言葉っていうのは、俺冬になると楽しみだっていうわけですね。それは昭和40年代後半の話ですから、冬になると楽しみだってどういうことっていう話になって、いや俺ものづくりできるから冬になるとものづくりできるんだ、その言葉が
うちの町のこの生活工芸運動の一つのきっかけです。なんでこの冬になってものづくりできた、何作ってんの、もう忘れかけてたわけですね。ああいった生活道具のものはもう全然近代化になってプラスチックのザルに変わったりいろんなものに変わってきて、だけどもその冬になるとものづくりするのが楽しみだっていうことのきっかけと同時に、じゃあもうその昭和40年代後半から民具調査っていうのが始まったというのがうちの町です。こういうこう五町村をこうつなぐネットワークというふうな、まあなかなか実験的なこう、こと取り組みをやっていただいたんですけれど、それ自体がやっぱ話し合いながらも今一歩五町村にこうギャップがあるというのは現実で、しっかりとした話し合いがどれほど行われてきたのか、まあ直接まあ三島町長、まあ、矢島さんであるとか芝村のこう現村長の方とか割とじっくり話したこともあるんですけれど、やっぱりそういったことが今一歩なされてないというふうなことをおっしゃってたのが、まあ、すごい頭に残ってるんですけれど、やっぱりそういったのを、まあ、こういうその、まあ、せっかく作っていただいたこうきっかけを機にやっぱつなげていくっていうふうなことで、単に課題だけじゃなくて運動としてもうちょっと広域的なものにこう広めていくということ、だからそういうようなのがやっぱすごい大切なかなっていうようなことを、まあ、今回、参加させてもらって改めて思った次第です。以上です。ございます。ダムに沈んだ、町、まあ、消えた町ですね。で浜通りの被災地も形はありながら消えそうな町で、一体何が違うんだろうかなと、なんか昨日それからずっと考えてるんですけど、何か自分なりに、決着をつけないといけないなと思いますけど、まあ、いずれにしてもダムでも何でしたっけ、あそこの方、手塚さん、はい、積子さん、とってもその町に対する、愛着なり、それこそ誇りですよね。それをずっと継続して、伝えていかなくてはいけないというその使命のようなものにとっても心打たれまして、やっぱり今の浜通り被災地の方はあんな状況ですけど、やはり、まあ、ここの板橋さんおっしゃったような意味でもやっぱり誇りを持ってですね、次の世代に伝えていく、でこのこと自体が僕は文化だと思うんですよね。ですからぜひ復興計画って言いますかね、文化を中心とした復興でしか僕はむしろ継続できないんじゃないかなと、その辺をこうとっても今回はもうその恒例としてですね、今回は本当に感じましたので、より勉強させてもらいたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。持続可能な地域を作る必要があるんですか。もっと言うと、なくなって困るんですか、ふるさとは。どうなんですかね。なんだろう、その、一生懸命危機感があって、その危機感に立ち上がったんですよね。なぜ立ち上がる必要があったんですか。そのままなくなるっていう選択だってなくはなかったわけじゃないですか。なぜそれを残そうとしたのか。当時の先輩たちですよね、住民の方々、なぜそれをその、地域がなければならない三島が、あるいは金山があるいは川内がなぜ、残らなければならないっていうふうに思ったんでしょうかね。当時の方々は、これ川内の方々にも後でお聞きして、なぜ川内をそれほどまでに愛し
そして、こう次の世代に引き継ごうと思っているのか、なぜなんでしょうかね。河内村なくしますって言われたらどう思いますか。いいんですか、ダメなんですか、どっちですか。もうふざけるなっていうレベルでダメですなるほどね、なるほど。それはなぜですか。もうやっぱり一回消失してしまったものっていうのはもう元には戻らないからです、うん、はいはい、なるほど。じゃあ、重岡さんにとって河内村っていうのは、なくなってゼロに戻っちゃったらもう作れないから大事なんですか、それとまた別な思いがあって大切だっていうふうに思ってるんですか。ふるさとって多分人によって結構イメージが違うと思うんですよ、はいはい、その転勤族の人たちにとっても、うん、まあふるさとっていうのはここがふるさとかなみたいなのものあると思うし、うん、私みたいにもう川内村でしか生まれ育ってない人にとってはもう川内村しか場所はないんですよね。だからふるさとって言っても結構形はいろいろかなとは思うんですけど、うん、私にとってはやっぱり一回亡くなってしまったらもうその形には戻らない、そして移るって言われてももうそこは川内村ではないっていうこと、替えが利かないものなんですね、うんうん、なるほど、替えが利かない、うんうん、やっぱ新しいふるさとって言いますかね、あの場所とかそういう空間じゃなくて考え方としてあのもう前のふるさとっていうのはもうありえないのでね、うん、まあ、残っているとすればその場所としてはまだありますけど、はい、例えばあの田村ダムの集落のようにもう見えない、うん、視覚的に見えない、はい、で浪江とか双葉郡っていうのは視覚的にはまだ見えますけど、うん、ふるさとの機能を果たしているかどうか分かんないですよね、うん、ですからそれがずっと僕はあの奥会津に行ってから自分の中でも何でしょうかね、ずっとこう、その対比が一体どういうふうにそれを理解すればいいのかなっていうのが、まあ、今回ツアーで参加した一番の、収穫かなと思うんですよね、まあ、収穫にするためにも、うん、新しいそのふるさとっていうイメージを作り直さないといけないんじゃないかなと。なるほど、なるほど。でも一旦その川内村を離れていかにあの今まで住んでたところがどんなにあの素晴らしいところ、まあ、本当に不便ではありますけどね、うん、あの生活はあんまりあの、うん、潤ってないなって思ったんですけど、それとは別にこう なんでしょうかね、このやっぱ心ですね、心で感じるっていうかそういうのがやっぱりあのいつまでも心に染みついている場所、それがあの避難してからなんかそれがあの分かったっていうか。なるほど。金山にその後引っ越して今度は何というか、私は東京にいる時にはまあ故郷のような故郷でないような場所に、ただ祖父母が語るその下高井戸村の姿、彼らはなんかお隣さんっていうとすごい何軒も先のところを指していて、それ以外はなんかよそから来た人みたいな感じ、もう 何メートル離れてんだろうみたいなところを、何十メートルっていうか離れたところをお隣って呼んでたりするおかしなことだったんですけど、で田んぼとかなんかそういう浄水の話だとかばっかりしているっていう、でそこから離れて、そのだけどそれは私にとってはピンとこない話だったんですけど、金山に来て初めて、まあ、祖父母が言ってたのはこういうことだったのかなっていうのをちょっと感じた、なんか経由して彼らにとってのふるさとっていうのはこういう場所だったんじゃないかなって思ったんですね。 でも私にとっても金山は、まあ、ふるさとかどうかはわからないんですけど、まあ、だんだんその暮らし3年暮らす、まあ、その前に3年新潟にいる時から通ってたわけですけど、金山のだんだん固有性みたいなものが、その固有性ってとってもちっちゃいものかもしれなくて、でほとんどは山間地の人たちとこう共有できるようなものだったり、場合によっては東京の人がこの写真集を見たりすると懐かしいなんて言ったりする人も多いんですけど、あの全国的に見てもそんなに珍しいものじゃないような固有性なのかもしれないですけど、そういう固有性みたいなものが、でもたまたま金山で他では取り替えが効かないようなものっていうのがだんだん見えてきて、でしかも私が金山に帰ると今でもお隣さんたちはお帰りって迎えてくれて、で私が
帰って、まあ、何も言わないで電気つけてたりすると、うん、電気ついてたからって野菜を持ってきたりしてくれてなんていうか自分がいることを許してくれるし、なるほど、この人たちは喜んでくれてるんだなっていうのを感じると、まあ、本当にふるさととはちょっと違うと思いますけど、まあ、その場所が本当にかけがえがなくて大事な場所で、きっとそれはそのいわゆるふるさとっていうようなものを持ってる人たちの感覚と似てるのかなって思いますし、その山のないところでは暮らせないとか、ここをどんなに不便でもここがいいんだっていう人たちの気持ちはすごくわかるような気がしています。はい、ありがとうございます。すごく共感しながら聞いてました。ちょっと一つだけエピソードがあります。今年成人式、うちの町は夏にやるんですね。今年の成人者は、6人の方が成人式を迎えて夏にやりました。実は、ね、毎日新聞に載った記事なんですけど、一人の女の子は高校、若松の高校を卒業して、短大に行きました。で、短大で演劇をずっと好きで短大も演劇の専門の短大に行って、でそこで2年生やった時によく天野先生も喋ってますけど、サスケネっていう言葉ありますね、うんうん、サスケネか、サスケネ、この子が私たちに言った言葉、ふるさとに帰ると必ず近所のおじちゃんおばちゃんたちがサスケネかっていうふうに声かけてくれる。サスケネかって、いや元気で頑張ってます。でも都会の普通の生活を2年間やってると、さっき家の本さんの話も出ましたけど、隣の家の人は別に隣のこと何も考えてないし、大学で生活してても別にそんなこと言われる人もないし、やっぱふるさとってそういうふうに私をこう常に安心させてくれたり、私をこうほっとさせてくれたり、または元気づけてくれたりっていうところがふるさとなんじゃないかなっていうことで、彼女は卒業制作もやってる中で、サスケネっていう題目で演劇をやったそうです。そしたらその先生の好評で、あなたの住んでる町っていうのは宝物だねっていうご好評をいただいたっていうことを、彼女は成人式の時にエピソードをしてくれました。で、この話はやっぱり自分がふと思った時に、今日のふるさとっていう話も出てますけど、やっぱふるさとってそういうとこじゃないのかなって僕は思います。何にもない町とかという問題じゃなくて、やっぱり一人一人が、私は住んでますけど、住んでる人たちが生きがい感じてればいいんじゃないのかな。ここで生活している生きがい、それを自分たちが楽しく生活してればいいのかな。もちろん便利なものと不便なものありますけど、そこのポリシーをしっかり持つことじゃないのかなって。それを町外に移り住んだ人たち、町外に住んでる人たちが、いやここの町に住んでみたいなと思う感じればいいし、逆に都会に行って生活してる人たちが、やっぱりふるさとっていいなって、もういつか戻ってきてえなっていうふうに思うようになれば、それでいいんじゃないのかなって僕は思ってます。それがふるさとであって、この町を、自分の町を残していかなきゃいけないっていう原点じゃないのかなって僕は思ってます。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。まだまだね、話し足りない部分いっぱいあるんです。今日ね、お話できなかった不便っていう価値観のお話、それから、幸せ感とか幸せの形っていう、それ幸せそもそも何なのっていう幸福論みたいなところのお話もしたかったですよね。で、その上で今ふるさとっていうところにとどまってるんですけど、私これも東京の学校に行っていて、行っていた時期があって、その時に、大田橋っていう新宿から2つ目ぐらいかな、3つ目ぐらいの駅に、はい、そうですね、京王線ですね。で、そこで降りて、で、その小さな駅から降りて一歩外に出た時に、俺ここに来たことあると思ったんです。ないんですよ、そんな、だけどあると思った。それなんでかっていうと、駅から一歩外に出たら小さいスーパーがあって、京王のね、スーパーがあって、そこにクリーニング屋があって、蕎麦屋があってね、だから八百屋があって、向かい側に肉屋があって、車なんかもちろん入れない、それはもう細い路地ですから。ほんで、ショーケース越しに豚こま
120とかやって買い物してる人たちがいて、なんでこんなに懐かしいんだろうって、ここに来たことあるな俺って言ったことないのに、東京の話です。それそこにはやっぱりそこで生きている人たち、暮らしがあった、また別の時にあの、2人子供いるんですから、あの、麻布に泊まったんです、で、まあその下の子は江古田の駅で降りるんですけど、その学校がで江古田の街非常に懐かしくて、あのナポリタンがね、あの、フォークでこう刺さって空中に浮いてるようなああいう、そのローザイクがあって、それも非常にこう懐かしかったんですけど、泊まった麻布のところでホテルから出発して、そのあのあしあの引っ越しですからね、でアパートに行こうと思ったら、おみこしのをなんかこう子供がはしゃぐような声が聞こえた。これおみこしの声に似てるなと思って、でだんだん近づいてたらおみこしなんです。で、テントがですって、何をやってるんですかとか、いや、生きてる人たちに向かってね、何やってるんですかっていう話もどうかと思いますけど、お祭りをやってますと。で、マンションに子供たちがいっぱいいると。で、近隣の子供たちを集めて、ずっとこのお祭りやってるって。地方は歩いて暮らせる街づくりとか言って、やってるけども、こっちの人たちは歩いて暮らすしかないんだなって。で、しかも、コミュニティがなくなってるのはむしろ地方なんじゃないのかっていうふうな思いがあったんですね。で、改めてそのふるさとっていうことで少しまとめさせていただくと、先ほど申し上げたその皆さん方のお話を聞いてると、ふるさとは場所じゃないってみんな言ってた。ただの場所じゃないんだって。その土地、そのいわゆるこんなんですかね、例えば川内村という場所じゃなくて、その村の中に住んでいる一人一人がやっぱりいて、その人たちとのそのつながり、つまりこんな風にこう書いてましたね、ふるさとで生きている人たちが、いやふるさとで生きている人たちから、それをバトンタッチ、されていく人たちの姿の集合体だって、つまりあのそれをもっと言うと死にがいっていう言葉で説明できるんだろうと思うんですけど、生きがいって言葉はさっき板橋さんが言ってました、僕が今言おうとしてるってことはさっき原さんが言ったふるさとの機能っていうふうにおっしゃる、そこに対するあの僕の考えなんですけど、ふるさとで暮らしている、ふるさとに生きている人たちがいて、そこから、まあ、学んでって言葉を挟んでもいいと思いますけど、それをバトンタッチされて受け取って、行く人たちのその、姿、つまり持続可能なってことなんだと思うんですけど、そういうその集合体なんだろうっていうふうに思うわけです。今日の板橋さんの報告も三島の中で、それを、生業としてやって、暮らしの中でそれをずっとこう紡いでやって、それを受け取ろうとする人たちがいて、そして、金山のあの、江戸さんのその写真の中でも象徴的にしたのダムの、2枚の対比がありましたですよね、一方はあのダム全体の、その場所ですよ、ただのね、あれは言ってみたら、もう一つはそこで仕事をしている人たちの姿があって、やっぱりその人というものを通してそのつながりの中で、我々やっぱりこう生きているんだし、その暮らしっていうこと、そのふるさとの中で紡がれていくその暮らしっていうものを我々は次の世代にもバトンタッチしていかなきゃいけないじゃないか。まさに死にがいっていうのはそういう言葉で、その、土地で生まれて、あるいはその町に住んで、あるいはその町で、暮らして、その町でご飯を食べて、その町で、お風呂に入って、その町で眠っている、そういう町を次の世代にも受け継いでいきたい、つないでいきたいんだって、自分の代で終わりにしたくないって、いうことを死にがいのある町、まあ、これ町づくりの運動の中で生まれてきた言葉ですけど、生きがいは、まあ、個人でねいろいろやればいいですよ、まあ、釣りが生きがいだとか、ロードバイクに乗ってねこうキャーッと行くのが生きがいだと、それは個人の目的目当てですから、でも死にがいは一人ではできない。今ここにいる人たちとそれぞれね、多分板橋さんはこれからもずっとその三島っていうところで、暮らしを紡いでいって、次の世代にどうやってバトンタッチしていこうかってことを考え続けるだろうし、野本さんはファインダーを通して、ね、あるいはその土地の方々との、これ金山からまた別の土地に移るかもしれないけど、でもきっとおそらく
またそこで人との関係性の中から、そうした発信をし続けていくだろうし、さっき皆様方も、今それぞれいるところで、ずっと問い続けていく、ね、時には腹を立て、時には共感し、ね、時には、笑って、それでもやっぱり次の世代に、受け渡していこう、バトンタッチしていこうというふうな気持ちのままでやり続けていくんだろうなっていうふうなことを感じました。もう大幅にね、長引いたのはこれ一重に、事務局のせいだと思います。わかりました。冗談受け負いましょう。僕が、の進行はダメだったと思います。本当にでも皆さん方一人一人から、お話も聞けたこと本当に良、かったと思います。板橋さん、それから井上さん、本当にありがとうございました。申し訳ない、お二人になりました。